潰して、潰して死んだんだ。兄ちゃん、どうしてなんだよ。くそー、すべー、すべー、殺してやる。人類がもういない。トゥービーに何て言えば。戦闘配置行かなきゃ。司令医、9Sに出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。司令部より連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス中の機体は速やかに再起動状態に移行してください。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。大丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。大丈夫。この化け物を倒す。分かった。
出てくるの。こんな風どうすれば。トゥービーさん聞こえますか。トゥービーさん、私たちの村が。パスカル聞こえる。クソ、暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。
おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃん、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。停止させてみる。トゥービー、援護して。了。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。
姉ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ。今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。ナインエス、Sure.
るのか。こんな機械。これは通信？データ信号が共鳴し合って。生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたらいい。ですよかった。こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。
待ってたよ。これを渡しておく。トゥビー、されていた準備行動を完了。最終確認。自室に配備された装備。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光を。